大阪府立被災支援学校は大阪府大阪市旭区大宮五丁目にある特別支援学校、小学部、中学部、高等部を設置している。日本初の知的障害のある児童、生徒を対象にした養護学校として1940年に開校した。当初は小学校だったが、1952年に同一敷地に中学校を併設した後、 1957年に養護学校へと改編した。当初は大阪市立だったが、2016年より大阪府に移管された。公明の司祭は特殊教育を実施する学校にふさわしい名称として、論語の里人編から選定された。大阪市では、大正時代から昭和時代初期にかけて大阪府天皇寺市販学校教諭。 天皇寺市半学校附属小学校訓導や大阪市史学を歴任した鈴木寺太郎を中心に学業不審児に関する研究が行われた。1939年には大阪市が大阪市における学業不審児の調査をまとめている。研究成果をもとにして1940年に教育直後発布50周年記念事業の一環として 知的障害児を対象とした学校、大阪市立、被災学校が設立されることになった。1940年6月29日付で、東区真田山公園内にあった大阪市立児童、教育相談所に、大阪市立、被災学校が併設され、同年9月2日付で開校した。当時の法令には障害児を対象とした学校の、規定はなく、小学校に準じる家庭を持つ、 各種学校として位置づけられた。1941年には国民学校令が施行された。国民学校令施行規則では特別用語の必要があるものを対象にした学級や学校を設置することも法令上認められた。このため従来の司祭学校は国民学校に改編されることになり大阪市立司祭国民学校と称した。1943年には 朝日区とよさと町1758番地の現在地へと移転している。現在地への移転前後から学校側では校外学者を設置しての集団教育を構想し、千北郡南池田村に校名寮を設置した。折しも太平洋戦争の選挙区悪化により大阪市内の国民学校児童に対して学童疎開が指示された。 このため1945年4月以降、公明寮への学童集団疎開を実施する形で教育活動を行った。公明寮は終戦後の1946年11月4日に閉鎖されている。1947年の学生改革により大阪市立市西小学校に改編された。また1949年には主催小学校内に知的障害児を 教育対象とする大阪市立大宮中学校分校が設置された。第9中学校分校は1952年に大阪市立司祭中学校として独立した。1957年には大阪市立司祭小学校、中学校を統合改編し、大阪市立司祭養護学校となった。養護学校発足当初は小学部、中学部を設置していたが、 1964年には高等部も併設している。学校教育法改定による特別支援教育制度の導入により、大阪市立の障害児教育関連所学校は2009年4月1日付で特別支援学校へと一斉に解消されることになった。これに伴い同日付で大阪市立司祭特別支援学校へと解消した。 大阪市立特別支援学校全校が大阪府に移管されることになったことに伴い、2016年4月1日付で大阪府立被災支援学校へと改称した。ありがとうございます。